ミーミルの泉とやらはこの地を抜けた先か。急ぎ軍を進めるとしよう。証拠でもなく私の邪魔をし、この先へは進ません。さあ、どうしよう。怖い。王林様のもとへは行かせん。やってくれるの？その強さ、わし以上かもしれん。この地にまで踏み込んで自ら滅びを早めるような。うちとくじゃそうか、やつも近づいてきているんだ私は滅び、またまみえ。隙間だけ甘くない。だが、滅びの運命からは逃れない。いい気持ち。そんな、何事もなかったかのように復活するなんて諦めた。あれの風船はこのなし。いつまでも見ていたいものよ。私でいいの？さあなたがいれば私たちは負けない、そう信じています。気配が近づいた。間もなく行くぜ。無駄よ。間もなくこの世界が滅ぼし、我が望みが成就するのと引き換えるオーディン、やはりまた姿を現した。魂を滅ぼさん限り倒れぬとは不愉快なやつよ。不愉快でも戦うより他あるまい。この先へ進むためにはない。あら皆さん、おさらいで、これならオロチ様もきっと満足してくれるわ。来たか、ちょうどいい。ここの始末はあの者たちに任せるとして。どうやらオーディンは去ったようだね。早々に妖魔軍を退くか、この地を抜けるとしよう。この戦場、これが天魂に乗り込んでやる。我の奮戦は好ましい。いつまでも見ていたいもの。龍馬があんなにたくさん。ここは私に行かせてください。未来を信じて戦えば道は開けます。皆さん、勇気を震え起こしてください。知れ、龍馬どもに罠愛の力を注ぎ込んでくれよ。抵抗しない。そう、行ってあやつらを粉砕せい。撃ち取った。お前は私が認めた勝利だ。これぐらいの働き当然だな。清盛め、龍馬どもを強化したようだ。実のもとを断ちたいところだが、そんな功で満足してもらっては困るな。思考に対する私の期待ははるかに高い。こんな奴らに敗れるわけには。ガッキン、弱者相手に何を手こずっている。どけ、俺が砕き潰してやる。いいか腰抜けども、この俺に続け。
敵の倒し方を教えてやる。俺も遊んであげようじゃないの。ルッキー。さて知れ、我が輩はオロチ様の露払いに過ぎん。刹那の勝利に要点あり。これで術の効果も消えたはずだ。残った妖魔どもを殲滅するぞ。渡していいの？そんな風に分身か。猿の一つ覚えで終わるのは厄介だな。俺は行こう。心眼を見抜けば早急に型をつけられるはずだ。あなたは私たちの希望、どうか勝利を導いて。俺の他にも戦士と呼ばれる奴がいたか。共に敵を血祭りにあげてやろう。滅びを欲する我を倒せずして、生に担えたオーディンを倒すことはできん。強者たちよ、我を超えてゆけ。オロチよ、ここがお前の選んだ終幕の地というわけだ。ようやく現れた。そこを動くな。貴様は俺が倒す。さあ先に出してやろう。そんな功で満足してもらっては困るな。貴公に対する私の期待ははるかに高い。見切った。猿の本体は遊ぶだ。ウッケー。俺が本物、大当たりって、なんでバレたの。仕事柄心眼を見極める眼力は鍛えているのでな。知る、知る、知る。やってくれるの。その強さ、わし以上かもしれない。沈め。待ちわびたぞ、強者よ。我に挑め。これで終わるか。オロチよ、ついに自らの望む永遠の滅びを得たか。戦界にて犯したその罪もまた今ここに葬ろう。今度こそ安らかに眠るがいい。